国部は大阪府柏原市内の一地域。柏原市の南東部に位置し、柏原市の前身である中郷地郡柏原町と合併する前の南河地郡国分町の東側の地域である。現在の住所表記では、国部本町、国部西、国部市場、国部東城町、田辺、旭日川家の一部の各地域に該当する。この辺りは古来より南場、 河内国府と平城を経飛鳥とを結ぶ、関道、古代道路の中継地点として栄えた。その一つである、長尾街道の経由地であり、竜田小江道とも交わっている。河内国府からも近く、飛鳥時代後期には、東条に大きな仏教寺院が建てられ、それが後に河内国分寺として改修されたと言われている。しかし、平安京銭と以降は経と国府を結ぶ道路の、 経路から外れたことにより錆びれ、国分寺もいつしか廃寺となった。しかし国分寺があったことは、現在まで国部の地名として残った。国部東上町には河内国分寺等跡があり、付近には21世紀に再興された河内国分寺がある。近世以降、大阪との間に国部船と呼ばれる船運が開始されると、現在の国とあたりに船き場が設けられた。 その西に町が開かれ、新町と呼ばれた。近代以前には、国部、六県、田辺、東条の四つの集落が存在した。柏原市の南東部、大宗山戸川の南、原川の東に位置する。地域の北西端付近に平地があり、古来から交通の要所となって、町として発展してきた。現在は、北の柏原と共に、柏原市の中心地の一つとなっている。 高速道路主な道路3社は国部駅前で合流、分岐する。鉄道2008年現在公共交通機関としてのバスは廃れてしまった。かつての国部六県地域一体であり、現在の国部地区の中心地。主な施設、旧石かつて東条と呼ばれた一帯。主な施設、旧石演技式新名町に記載されているニザール、森本神社のうちの一座。 国分寺跡の近くにある。かつて、田辺と呼ばれた一帯である。国道165号、近鉄線沿線、原川沿岸付近を除いて、丘陵地帯となっている。田辺地区と旭川岡三丁目とは、近鉄線で分断され、かつ地形上、自動車の通る踏切、立体交差が設置困難なため、両地区との行き来は不便である。主な施設、 旧石かすが神社拝殿右に見えるのが、田辺拝寺跡出土品の収蔵庫大阪方面への、片方向の出入り口。柏原市内へのアクセスにはあまり便利ではなく、隣の藤井寺インターチェンジの方が便利である。国分村に関するカテゴリー、国分町に関するカテゴリー。ありがとうございます。